かあったの？あのクレープ屋さんにちょっとなんだっけ、あそこ赤門寺のとこのすぐ近くのひよこさんってね、そう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 、夢はね、そうそうそう今だから貯金だ、ちょっと貯金来たよ、はい、じゃあ私はここで写真撮りでいい？あ、じゃあ乾杯してもらう。あ、じゃあお疲れ様でーす、はい、お疲れ様でーす、今年もよろしく、よろしく本当だよね、新年明けましておめでとうございますよね、おめでとう、あ、あ、濃くて美味しい、11時まで。これはね、あ、なるほど。これ何、日本酒を飲めって味があったからしだやってもう出汁割りしか今頭に浮かばなかったこの子あれだよね、半熟ならないけどね、煮、うん、えちゃう煮えちゃう、おでん の, その卵ってあのむせそうなやつだよね、だいたいむせそうなやつでしょ、喉詰まるやつ ね, ね、うん、ポテトのボタン味見てくれますかいけると思うよ、美味しいと思う、私富山じゃない、うん、だいたいトロロ昆布って何でも出てくる、うん、そうなの富山って、そう、昆布の文化だから、へぇ、若いの、うん、俺味噌汁ぐらいしか入れたことない、おにぎりも、あ、まあ、ね、うん、昆布を巻くの、うん、あ、なるほど、昆布のおにぎりが多いのよ、うん、なるほど、私も写真撮る、後で撮ってもらう、スクショだけどビデオしか撮ってないと、なんかな、いろいろすごい人がいっぱいですね、よろしくお願いします、昨日すみません、ごちそうさまでした、いやいや、こちらもありがとうございました、予告通りエビフライをお願いしたいんですけど、すいません、3日目の正直ですね。カレーはみんなに美味しいって言ってもらえてるめっちゃうまそう。